お疲れ様です。今日はですね、負け作2日目やっていきます。というわけで、負けずにね、はい、どこまでいけるのかというチャレンジをね、今やってるので、ちょっとね、最大7500、はい、目指してやっていこうと思います。さあ、というわけでレベルもね、ヘボめなので、だいぶちょっとこの辺の宝箱とかも開けながらね、ちまちまやっていこうと思います。まあ今日はね、アリーナさん目指しつつですかね。はい、ジャイネクロジャイネクロなだけでおもろい。さあ、やっていこうと思います。で、セールがね、前回アリーナ上がったんですけど、ちょっともらえなかったんで、まあここ今日上がればさすがにもらえるでしょうって言ったところで、ちょっと怪しい。このジャイですらね、なんか嫌だな。あれ？あれ？うまいぞ、なんか。ちょっと待ってよ。え？え？危ねえ！危ねえ！え？ちょっと待って。ちょっと危ない。ちょっと待って。あ、ビビるっすね、ほんと。今、柳目でビビる残って、マスクやられてたら、リアルに、今年の白作取る450度終わってたかもしんない。よしよしよし。いや、コメントで、でもやっぱ多かったのは6000円付近と7000円いって終わるぐらいがね、多かったっすね。そう、7500やっぱきちいよなっていう。結局ね、普通にだって7000から負けずにっていうの難易度高いんで、まあ、でもそこをちょっと乗り越えていきたいみたいなね、ところはね、さあ、ありつつ、まずね、最低ライン、前回の6150かな。あ、ネクロがもうぶっ壊れ。フロントロ対ネクロ使って勝てます。よいしょ。そう、6150は超えていきたいね。いいね。さあ、ネクロゲーしてもらって、バルキリーウィザードとかが増えてくると、まあ、またあれですけども、それまではもう無限ネクロちゃんね。さあ、宝箱も美味しい。おー、これ結構重要かもしんない。いや、ボスゲもバルキリーもめっちゃ強いんですよね。両方とも強い。わー、悩むな。なんとなく墓石、バルキリー強いんだけどね、後半使うってなったら、んー、なんとなく墓石の方かなと思い、さ、この辺もちょっとレベル上げとかないと、さっきの事故みたいな。ガチでなんか、不意に負けるんでね、気、抜けないっすよね、なんか。この辺で。この辺でちゃんとやんなきゃいけないっていう、苦しみが。さあ、バルキリーレベル5。ちょっとネクロとかスーパーレア他のカード欲しいな。スーパーレアゲーなんで、ちゃっちゃ600いってセール開けて、チャンピオンは、チャンピオンあれか、出ないのか。タワーレベが14になんなきゃいけないんで、そう考えたらきちいな。いや、バルキリー硬すぎん？え？なんか、昨日よりも相手のレベルが高いのか強いんだけど。いやー、レベル5マジで硬えな。俺のタワーがレベル2だからか。うわぁ、ちょっと高えな。アーチャーとかも、ソロ墓地上げていかないと、ぬるっといかれちまうぞ、これ。ネクロでギリ戦えてるレベルですもんね。さあ、まあ一旦ジャインミニペつけるか。バルキリー来てもゴリ押しで突破したい。よしよしよし。え、この相手なんかちょっと上手くね。クラロワを理解してる。え？ちょっと待って、タイブレイクだと最後の呪文とか危ないんで。いや、早い早い、まだトロフィー500いってない。トロ500で無言になる。まあ、ちょっとやべえ。レベル2アーチャーガチいらんな。それならレベル1ゴブリンとかの方がマシかもしんない。ヤナアメファイボか。ジャイ。うわ、生きてえ。一回ね、本気でちょっとマジで負けられない。危ない。ほら、今空振った。空振った。マジで、ちょっと待って、ガチで、なんで、なんで苦戦したの。おい、マスケ、あ、ちょっと強くね。ちょっと待って、マジ
一回通さないとダメ、本気で。はい、チャンスタイム来た。問題はここで守られる、やなめで解けるね。よし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 とか言ってる場合じゃねえんだよな。まあここはね、まだ当たり前に勝っていかないといけないところなんで、スケが美しい。ふぅ、人の話。トロ500です。まだね。4、5000とか言ってくれたら分かるのに。500でビビってる。そうだね。いや、アーチャー強いし、あげとくか。できるだけノーマルはね、カウンストしやすいんで、よいしょ、上げといて、まあ損はないかな。スケも上げときます。あ、でもこれ上げるとタワーレベル上がっちゃうっすね。タワーレベル上げると相手のレベル全部上がっちゃうんで、ちょっとここで寸止めの、はい、寸止めラディでいきます。ちょっとタワーレベル3にしたら、多分今相手ユニレベル5とかだったんで、私ユニレベル7とかが出てきちゃうと本気でボコボコにされるかもしれないんで、これ止まってんだよな、単純に。よいしょよいしょ。いやー、痛いな。でも、まあ、マスケもね、いつかの強化で強いままなんで、アーチャーとかフェニックスで注目されてないけど全然強いんで、マスケもレベル育てていきたいって。前回レベル上げたけど最終的に使わなかった思い出があんな。マヒーン、馬みたいな名前だな。さあ、さすがに買った臭いが、早く宝箱開けたい。セール欲しいな。ユニレベ、なんか結局ユニレベ大事ですからね、この辺。1個上ぐらいならいいんですけど、2個上ぐらいのドデッキの来ると、よいしょ、守れないっすね。なんか許容しちゃうね、癖とかによって、あの許容でタワー折られたりするんで、あれいつも通りのクララ忘れてダメなんですよね。そっちに殴るね、いいね。まあこの辺は順調ですよね。よしよし、いや今日で本気で上げちゃいたいな、一気に1000ぐらいまで行きたい。さあ、あと3勝で600でアリーナが上がるんで、もらえますよと。宝箱がね、もしかしたら、ガチチャンピオン使わないことはあんまないからさ。恋しい。しかも相手にもチャンピオンいないのがね、なんかいいね。いつもゴルナイかマイティぐらいがいるんですけど、チャンピオンいないクララもね、久しくやってないんだね。平和だ。理不尽がねえぞ。さあ、ネクロ。マジ、これが理不尽。さあ、サンクラ。サンクラしか取ってないですね。まだ多分1-0で終わった試合が1回もないかもしれない。こんなとこでは負けてられない。いや、この名前を見たね、日本人が。あ、こいつ本気で芝こうっつって。来るとちょっと怖いぐらいだな。マジ、名前隠そうか、一瞬迷ったもんな、今回。この企画やる上で。その辺の外国人っぽい名前にしてきてよかったな。さあ、小屋なし嫌い。因縁の小屋野郎。いや、でもネックロ、お、やばい。
待って、あでもアーチャーレベル5なんでだいぶ強いぞ。ん？ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、危ないな怪しい香りがしてる。ジャインのレベルマジで上げたい。うわーこれあれ、これなんか小屋マジでやと思う。前回小屋が弱い環境ですっごいやりやすかったんですよね、マクサク。いやでも今回はちょっと小屋が多そうっすね、非常にやりにくい。殴っちゃう、うーん、あーん、気持ちいい。小屋がいるかいないかでねだいぶ変わんな。後ろからオーブンゴブゴヤ出されるだけで負けちゃうんで格上だと本気できついよなあれ。さあ当たり前ですが普通にボコしていきますぶっちゃけこの辺は隠したがりに近いものなんでね、はい。さあ次勝てば600 M 美味しい2期あータレベ4、タレベ2個上だったらどんぐらいくんだろうな。もうユニレベ6ぐらい来ると俺のタワー2だと止まんない絶対止まんねえよな。うん、そう一回捨てますけどぐらいでいこう。5ぐらいだったらまだ許せるですね。レベル6来るとマジタワー2だと鉄砲すぎるな。これね序盤がね意外と苦しかったんですよね本当に。この辺のなんか理不尽な格上によってなんかギリギリな試合がねものすごい多かったイメージがあるんで、あれ今回のやつユニレベ可愛いね、タワーレベ4にしては。よしよし、なんならトロ4000とかよりトロこの1000ぐらい、ほんと1000いかないぐらいがマジできつかったタワー弱すぎて、うん、この辺の方がより集中した方がいいよね。まあさすがに今回はイージーゲームっすね。はいはい、スター来た。これで宝箱を本当によこしてほしい。俺に課金させて、強くなりたい。課金で強くなれ。さあまずはアリーナが上がらないので、結局タワーレベ上げるってやつね。さあこれでタワーレベ上がってレベル3です。セールがお消えるんじゃね。え、全然セール来んやん。え、ちょっと待って、え、課金できんやん。わマジか、宝箱全然引けんな。あれこんな引けなかったっけ。ちょ明日になれば来ると祈って引き続きねやってくんだけど、いやユニレベちょっと怖くねこれ。タワーレベ3でタワーレベ5とか来て、いやマジわこれっすよこれ。いや本気でこの辺ガチで危ないんだよな。スーパーレアいっぱい持たれてると、あえちょっと待って、うわーだるいやんしかもだるいやん。おお、いやなんかマジで危ない本気で、本気で危ない。うわーでかいでかいでかい、ガチやばくねレベル。いやレベル上げたいのにあのセール変えてないから普通に低いんですよね。あでも1本折れる、あやばい、それなんで。いやーガチで普通に宝箱ないの事件なんですけど、そんなもらえない、噛み合ってないのかな、たまたまタイミングが。なんか多分ねあると思うんですよ、各アリーナごとにワンセールだから、今回の分と前回の分で今2個ね余ってるはずなんですけど、明日ぐらいに2個同時に来んのか。今欲しいね。さあ許容して、いや許容が許容じゃねえぐらいって。よしよしよし、まあユニレベだけねあなたユニレベだけね。よしさあ、まあこの辺から3から取れなくなるかもだけど、まあ負けないことが大事なんでね。
ガチで勝てやん。レベルレベル6硬すぎんか。なんか近々レベル15も出るそうなんでね。レベル15出たらもう格上の15強えぞ。エディババ一発いくらあんだっていう。2体で800ぐらいあるんだから、ん、一発いくらだ。2発で1000とかいっちゃうんじゃん。さあ格上はね嫌です。非常に今が辛い。レベルが濃いし、カードが濃いし、そろそろジャイマスケもうやめたい。ずっとジャイマスケやもん。よし。ジャイマスケミニピやばいな。初期構成すぎて。よいしょ。一旦行って、スケブまだ一回も見てないんですけどね、そろそろ来てもおかしくないんで。え、そのスケルトン上手いやつやん。さあいいね、テンポよくね。え、大砲めっちゃ強くね。あっつ、大砲入ります。正直マスケね欲しいんすけど、ユニレベがヘッポコなんで、もういきます。大砲5にします。あ、左上の宝箱忘れてた。さあこれで普通に美味しい。いいやつ来い。俺が持ってないやつ来ねえかな。は？いや持ってないんだけど、いらない。あー、ゴミ箱だ。さあというわけで持ってるカードこんな感じなんですけど、弱えな、なんかカードがもうちょい強いカード欲しいな。ウルトラレアもまだ持ってないのか。ウルトラ欲しいな。寂しいな。うわー来たやつが多いて。ゴブゴヤ、いや、アーチャーが小屋に強いのでも助かるな。マジ小屋対策用のアーチャー。大砲もいて、血剤で一発で持っていく。なんなら相手タールム2だしな、一緒ぐらいだな。おい、まさかっつってできる男のまさかが飛んできてる。うわーこれちょっと危ねえかな。いやー強すぎー、ミニペーネクロもやべえ。外側が組み合いっこした時に俺のネクロが強すぎて持ってってほしい。いやー、すっげーレベル6がレベル2ゴブリンやろうとしてる。いいね、ベビーゴッツ東京グリーン、いいよ。まあこの辺だと相当な化け物が来ない限りは大丈夫なあ。化け物、ワンガチでやばい、ワンガチでやばい。いやー大砲持ってきといてよかった。まあ、最後5もあったですね。強っ。足前に10個すん。えげっちいな。アチャセパで行くか。力使い果たした相手もしかして。うん。10個使ってダメだったからみたいな。そんなパターンもない。あー、守れねえな。守れるかな。残ったらでかい。いや残りそうだな。あー、まあまあでかいんじゃない。いやねえから強っ。何回見たこれ。うん、マジで強いよ。さあ読みファイボで無理やり見せ場作っていくか。いらねえなそんな。いやジャイ4がね弱え。5にして。さあ来るぞババが。ここに3、2、1ポン。
ほい。さあ、分からせてゆく。いじめ。なんかすげえ強そうなクラン入ってんだけど。まだトロフィー700なのに。めちゃんこ強そうなクランだし、レベル6だし。あれ？匂うぞ。ペトリック？ペトライスみたいな。あー、ちょっとマジでやだ。なんかうまそうだ。あぶねえ。でけえ残ったの。普通にあぶねえ。行くか。いや、行かないで行く。いや、その位置のマスキうまいやつやん。もう絶対そばくやん。これ。この動き、どうなんや。どうよ、この大砲の位置。そしてこのネクロ、サバカやろこれ。相手も気づいてる。いやー、これバルキリー持ってんの渋っ。さあ、サバカ対決だこれ。いやー、さすがに。トロン700でこの動きはね、できませんと思ってるんだが。マジで、お前絶対サバカだろ。うん、やだな、さすがに負けられない。犬レベも言うて一緒ぐらいだな。いや、まあ、ちょっと上手いな。何、ね、マジで、え、こうなったらタイブレイクで負けるんだけど。これレベル3だったら飛ぶんじゃね。あ、相手ミスってる。でっか。いやー、ネークロイ強いで。よし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 。相手も多分ね、もしかしたら罰ついてなかったから。一罰をつけてあげる俺が。よしよしよし。トロ700の番人になる俺が。よし、このトロトロ隊で有名になります。お、1。あの変な名前のやつなんかめっちゃ強いぞ。さあ、来た。あ、もう3から初取れなかったな。ここに来てね。さあ、報酬も受け取って、宝箱ですら美味しい。保証の場、あー、ミニペレペレ語熱いね。これ今のフェニックス環境でメガガーゴイル使うやつおる？んー、マジで小芝もいらんけど持っとくか。さあ、ミニペを強化でレベル5。おー、待って、みんな来た、ここに来てアリーナ3への到達おめでとうございます。セル来たら320円、即買いです。即買いなんだけど、めっちゃ弱くね、このセール。え、ちょっと待って、俺騙された。ちょっと待って、いや、大砲20枚はいいんだけど、色のいい色のいい色のいい、やっちもた俺。320円、え、なんかセールやばくねこれ。え、こんなんだよ。なんか宝箱さ、普通に引けなかったっけ。まあ、もらえただけマシっちゃマシなんですけど、セールってこんななんかちっぽけだった。もっとなんか盛大に祝ってもらえた気がするんですけど、まあ、まだタワレブさんだからか、ちょっと納得いかないっすね。300円にしては、うん、マックのバーガー3つと今の宝箱よ。いや、マックの方がいい。しくったな。うわぁ。うわぁ。ちょっと待って。このスケを挟んで、延命していく。このスケハサミね。東京？ジャパニーズプレイヤー？いや、強っ。
さあ今のしのいだことによってあとはもうジャイネクロでフィーバー。ここ勝てば800ですかね。じゃあそろそろ俺もクランをクランに入ってカード寄付もらいたいな。もらわなきゃやっていけないかもしれない。さあ小嬢ババア大砲入れといてよかった。うん、ネクロ結構重要なんですよね。怖い。うわー、レベル6バブ5で解けないんです。なんならレベル5も解けないんです。うわちょっと待って、え待って、ネクロ早く呼んで。え、ちょっと待って待って待って、やばい、そんなパスされる。ちょっと一回、うわこれやべ、え、ちょっと一回これ一時交換しないといけない。矢で多分解けないんで、アーチャーで。やばい、本気でやばい。これ、折られるとかないよな。ちょっと待って。ビル、怖いって。やだって。普通にやだ。現実受け入れられなくなっちゃう。あーこれはいい。そこのスケの横からよし、あーでかい、これはもうねいただいたんじゃないんですかお兄さん。あーでもこれババファイブアラームで解けるかさすがに。んヤンチーヤファ、いや思ったより通んないよね。スケも増やしてあげて、オッケーオッケーオッケー、いやーでけー、怖えー怖えよマジで。いやまだ勝ってねえんだ俺全然。なんか止まんないやろ。いやあ、一瞬逃げるよな。ああいうので、なんかね、スケルトン部隊とか出てきて守られたりしたらとかいう、絶望もありながらの、よし、生きたのでかいっすね。まあでも、この辺でビビってたらダメなんですよね。まだ800なんでね。ハラハラいらないんだよね。ぬるっと上がりたい。うわぁ、もうこりゃ。こりゃ。だいぶってよかったかな、今。戦い方むずいよな、こりゃの。ネクロを残したいんで。うわぁ、これやっべぇなぁ。マジでやばいかも。危ねえや。逮捕ないっす。痛いって。あれ？ちょっと待って、マジでやばい。本当にこういうので。序盤抜けていかれるときあるんで。分からしちゃって、ミニペ。いやバルキリーレベル6やばいね。俺のユニット何も勝てん。じゃミニペ VS バルキリーでいい勝負するんですよ。
いやな、雨すぎる。うわー、島根社行ってよかった気がするけどな。一回落ち着こう。絶対勝ちます。ふう。さすがに。まだトロ800よ。いい試合をしたらダメなんだ。いいやな、雨ファイボ。いや、このやつちょっとうまいよな。いやー、そのマスクはちょっとしびれを切らしちゃったんじゃない？マジで普通にいい試合したいんだけど。なんで？こや？いやー、バンキリ強いんだよな。お？事故った事故った事故った。いや、左か？うわ、惜しい。うん、めっちゃいい勝負してる。いやー、これはもう真ん中やで仕留めちゃいたいな。ちょっと怖いな。いや、やべえかな。おっ、ミニペが突破して右も左もどっこいしょ。ちょっと怖いんだよなマジで。この辺コブ具合野郎が怖い。あー、バルキリーでもやっぱ強いな。バルキリー使った方がいいね。さあ MMD、 おいしい。ヤミー、感謝感謝感謝。え、めっちゃトロ高いんだけど。相手結構もらえんじゃないこれ。勝ったら34ぐらいいけそう。いい餌見っけた。さあ、ジャイ6。ちょっとエネルベ高そうだな。ジャイ6ってやばいよな。だって普通にスーパーレアとか持ってたら、何？レベル8とか、そんぐらいってことだもんね。あー、エネルベ高けんだよな。大砲ガチで熱いな。やばい。あ、ヤナメ飛ぶのかな。ヤナメ3でガゴは飛べよ。よし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 。でかい。ガゴ飛ぶならじゃあアーチャーも飛ぶのかな。呪文なマジで格上に対して結構弱くなっちゃうんで、まあデッキから外すなら外しちゃいたいんですけど、替えのカードもいないんでね、ちょっと難しいとこ。ふい、熱。900到達。超ハイペースでね、登ってます。さあ、あと2勝。巨大宝箱だ。懐かしい。うわー、でかすぎー。やっぱこれ神。あーあー、まあまあ熱いね。さあ、この宝箱だいぶでかいな。俺からしたらバルキリーちょっと入れたいよね。タワレベが4になっちもうたんで、あれだな、また宝箱引けますね。バルキリーでも入れるわけねえな。結構レベル上がりそうなんだけど、まあタワレベ上がったんで一旦ガチャ引いて、結構いいの出てほしいな。あったけー。黄色いな。渋。まあ大砲レベル6はいいでしょう。まあ一
旦これかな。矢の飴結構いらないんですよね。でもほんとスケルトン部隊用、スケブに対して呪文なかったら何もできないんですよね。そうだから一応矢の飴っすね。さあタワレベ5、いやこの辺からちょっと怖くなってくるぞ。えってこれ今タワレベ4に上がんなかったっけ。あれ俺タワレベ3なんだけど。え高すぎんかレベル。一旦ガインしてほしい。いやレベル高すぎだよなお前。絶対おかしいよおかしいよおかしいおかしいおかしい。ちょっと待ってネクロネクロ危ない危ない危ない。いや高すぎだろ本気で。なんだか妥当なのかこれは。いやでも勝った臭い。うん強っいや待ってビビる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 えってか俺タワレベ3なの今。宝箱引いたよな。いろいろハテナがいっぱいなんだけどちょっと待ってよ、俺のタワーレベルは4だよな。なんで今タワーレベル3になるんだ。バグ？アリーナレベルなのかあれは。自分のアリーナが4いってないから的なか。ちょっと早いのか多分そういうことっすよね。タワーレベル4だけどアリーナが3だからあなたのタワーレベルはまだ3です的な。さあトロフィー1000、これ勝てば激アツってこと？アリーナ上がってもう一回セールもらえる？そういう感じですか？いい？さあ5、まあさすがに耐える。まあジャイもないので。あーめっちゃいいやなめっちゃ。うん、わあさっきレベル7さすがにビビったなジャイ工場止まんねえ気がしたもんな。一回大砲置いてから自分からジャイ展開したくないな。守ってカウンターのジャイがいい。うん、おいしいおいしい。さあこれもジャイネクロ組めば、いやー、バルキリーいたな。あれ、いなかったよ。ナイトだった。さあ、まあ、どっちでもいいとして。いや、これ、形組めば、さすがにいけそう。なんか、別に、ミニレベとかも一緒ぐらいだし。なんだろう、なんかちょっと強い気もする。ワンパンで持っていって差し上げましょう。さあ組んで組んで、あとは祈るだけ。いい、まあやっぱいたっすね。よいしょ。いやー強い。タイムで解けない意味なしになっちゃう。大砲置いて持っていく構えをね。いやマスク先行厚いい。5打つのある。さあ許容してこの許容ね。さあ整いましたからのこの辺に。うい、一発しか殴らせないよと。いや俺は決まりましたね。オッケー、やっとこれで1000だ。1000までもちょっと遠かったな。さあセール引いて強くなって、ちょっとウルトラレア欲しいな。本気でジャイネクロ引退。さあ到達だ。よっしゃ、トロフ戦、呪文の谷、アンロックされるカード。
あ、リザードか。嬉しくねえな。あ、でも1コス手に入るのはちょっといいかもしんないな。LSP とかね。セール。終わりだよ、おめでとう。いや、マジ、宝箱じゃなくなったんだな。セール内容変わったっすね。うわ、だってこれ3枚ともいらないもんな。どうするこれ、買う？かける5ついてるけど、感覚マイナス5ぐらいな。さすがにね、買える分はね、買っとくか。エメとかゴールドもあるんでね。さすがにこの辺使わねえな。使わねえけど、まあいいでしょう。いやー、ちょっとセールが思ったよりなんかしょぼくなってるっすね、感覚。そう、なので、宝箱じゃない分、この辺のカードのレベルを上げれないんですよね、出てこないから。ちょっとね、怖い部分もあるんですけど、また引き続きね、はい、やっていこうと思います。というわけで今日は戦で終わりです。次回の動画もお楽しみに。では、大塚ちゃんでした。またね。